H&KG3SG-1 は、ドイツの H&K 社が製造するスナイパーライフルであり、その特性から厳密には、マークスマンライフルに近い存在である。SG とはドイツ語で、シャーフスツェンジャウェアの意。H&K 社の製造する G3 アサルトライフルのうち、試射で好成績を出したものを生産ラインから選抜し、カールツァイス製 1.5 から6倍可変スコープと、その専用マウント、チークピースと2段階調整可能なバットプレートを備えた、通常型より少し長い銃床、2脚などの各種、狙撃用装備を装着し、狙撃銃仕様としたものである。トリガーグループには専用のセットトリガーが使われており、これはセレクターを半自動とした時に限り、トリガー後方のボタンを押し込むことで、トリガー視野を解放する寸前の状態まで後退させる機構で、この状態からは1ポンドの力でトリガーを引くことができ、わずかな動作で射撃が可能なため、狙撃時の腕のブレを最小限にすることで精度の高い射撃を可能とするものである。元になるフレームがアサルトライフルのものであるだけに、精度的には狙撃専用銃に劣るものの、ベースとなる G3 アサルトライフル自体の精度が高いことや、H&K 社の開発した G3 の狙撃専用発展型である PSG-1 に比べ、安価なことから、軍や警察の狙撃班に少なからず採用されている。また、ベースの G3 と比較して2脚の分ハンドガードが持ちにくい、スコープのせいでアイアンサイトが見にくいなどの問題点はあるものの PSG-1 と異なりフルオート射撃機能も残されているのでアサルトライフルとして使用することも可能である。使用する弾薬は G3 同様 7.62×51mm ナトー弾なのでスポッターとの同行を前提とした遠距離狙撃よりは、レンジの短い市街狙撃戦や、日本での64式 7.62mm 小銃に対する64式 7.62mm 狙撃銃などと同じようなマークスマンライフルを想定した作りと言える。G3 の狙撃型としては他に H&KMSG90 が存在しているが、MSG90 は、外観が近似しているものの PSG-1 の発展型であるため G3 とは内部構造が異なっており本銃のバリエーションには分類されない。G3 の使用弾を 5.56×45mm ナトー弾とした HK33 にも本銃と同様の狙撃銃仕様とされた HK33SG-1 が存在する。ドイツ連邦軍ではこの SG-1 のほか、マークスマンライフルとして、G3A3 にエンソルト Z24 スコープを搭載した狙撃仕様が使用されており、一部の銃は、スコープを新型のものに変更、ハンドガードをピカティニーEレールを備えたものにするなどの近代化改装を施されて使用されている。それら G3A3 の狙撃仕様と G3SG1 の相違は、トリガー後方のセットボタンとチークピース付き、ロングストックであるが、狙撃用に特化した特殊機構を持つトリガーグループは、暴発事故を発生させたこともあり、軍用銃としての粗雑な扱いに適さないと評価されたため、トリガーグループを通常型に交換した SG-1 も存在している。チークピース付きストックを通常型ストックに変更した個体もあり、外観から SG-1 と ZF を識別することは困難な場合がある。また、2脚は通常の G3 にもオプションで装着できる上、折りたたんだ状態の2脚を収納できる、凹みのついたストレートタイプのハンドガードは G3 の後期生産型では標準となっているため、この点のみで SG-1 と ZF を識別することはできない。ドイツ連邦軍ではこれらの後継として、アメリカのアーマライト社の AR-10 をもとに、H&K 社が開発した 7.62mm 自動小銃、HK417 の発展型である半自動式狙撃銃を2011年に G28 として採用し、今後は G28 への更新を進めていく予定である。博プロ、S ワールドオブ HK-G3SG-1 このほか、MSG90 のロアレシーバー及び、ストックと G3 のアッパーレシーバーを組み合わせ、コッキングハンドルと重心を改良した暫定型とも言うべきモデルとして、MSG3 が存在しているが、この銃も、本銃のバリエーションには分類されない。ありがとうございます。